松下幸之助、成功の心得10か条。第1条、強く願う。経営責任者としての自らの願いがどこまで強いものになっているかことを成し遂げるには、まずその実現の願いを強固な信念まで高めることで、第2条、使命を知る。何のための事業か、その意義と使命をしっかりと認識したい。我が使命ここにありの信念に立ってこそ、困難を克服する勇気や実行力も生まれ、力強い経営が可能となる。第3条、自らを知る。経営者は指針にとらわれず、冷静に自分の持つ経営力はもとより、会社としての総合実力を正しく把握しよう。そしてそれに見合った仕事をするように心がけて。第4条、道にかなる。天地自然の理に従い、道にかなっていれば努力以下で必ずことはなる。なるものをしてならしめるのが経営者である。日々の方針や言動が道にかなっているかどうかを問いたい。第5条、必ず成功すると考える。失敗するかもしれないという経営者の不安は直ちに部下にも伝わって士気が落ち、あるものもなるものもならなくなる。やり方さえ等を得れば必ず成功する、そんな信念で経営に与えたい。第6条、周知を集める。真に力強い繁栄発展のためには全員経営が大事である。社員一人一人が自主的に責任を持ってのびのびと仕事ができる環境を作り、みんなの知恵と力を結集しよう。コツを悟る。第7条、コツを悟る。いくら努力しても経営のコツをつかんでいなければ成果は上がらない。その大事なコツを経営を好きになって打ち込む中で自ら掴み取りたい、悟りたい。第8条、一生懸命を突き抜ける。単なる一生懸命ではいけない。たとえ体を休ませても心まで休ませず、事業のことを思い、良き経営のあり方を求め続けよう。尋常の一生懸命を突き抜けてこそ確実にことがなるものである。第9条、成功するまで続ける。ひとたび志を立て、その実現を目指す事業を始めたなら、めったなことで諦めてはいけない。成功とは成功するまで続けること。今日やめてしまえば明日の成功はない。第10条、素直な心になる。何事にもとらわれない素直な心を持とう。そうすれば何が正しいかを的確に判断し、なすべきことを着実に成していくことができる。素直な心こそが成功への道を開くのである。